はい、皆さんこんにちは、渡辺裕一です。では今回はハーツオブアイアン4現代モッドイランプレイの続きをやっていきたいと思います。まずですね、コメント欄で、助言いただいた内容で沿岸要塞を、バーッと沿岸沿いにずっと立てていっていく、計画を入れていたんですけども、きちんとね、計画的に、つまり港のあるところを中心に先に建設した方が良くないというご指摘いただきました。まさにその通りだなと思いまして、まず建設の旧から沿岸要塞の建設を一旦全部削除しました。で今回新たにですね、ちゃんと港のあるところに建てていきましょうというのをね、やっていきたいと思います。確かにね、港を取られちゃうともう敵の補給が入っちゃうので、正直言ってあんまり良くない状況になるので、そうならないような仕掛け仕組みを、作るという意味ではやっぱり港をねしっかり取られないように抑える。これで仮に上陸してきても補給が耐えればね敵を殲滅できるので、確かにアドバイスいただいた通りだなというふうに思いました。なので、まず最初にそれをやらせていただきました。では時間を進めていきましょう。特に海軍がね、弱いという現状があるので、海軍の増強もしっかりやらなきゃいけないですし、空軍はね、残念ながらアメリカ軍と戦った場合になかなか戦力的に優位を保つのは難しいと思うので、そこは要塞を作って要塞で敵の航空機を防ぐという形を想定しています。でしっかりと陸軍の、師団数は増やしていきましょう。で野戦病院の2が入りましたね。ここは自動でアップグレードが入りますので、師団の編成をあえていじる必要はないかなとは思うんですが、あと軍事産業で軍事工場をスロットとして獲得しに行きましょう。もうここはずっとこの流れですね。で、あとは、空いた研究の9ですね。これ何入れるかだな。野戦病院の、そうだね、3を入れておきましょう。で、一通り、この辺りが落ち着いてきたタイミングをもって、師団の編成もね、見直していきたいなと。いうふうには思っているので、ちょっと師団の編成を見てみましょうか。今だと、戦闘の正面幅がいくつになっているかというと、インフィニティディビジョンで言うとこれですね。今主力で展開しているのはこれです。これ見ると、戦闘正面幅が17なので、これをなんとか20に持っていく必要があるな。これを20にちょっと持っていく仕掛けを考えましょうか。で、それとは別に、続いて陸軍の装備の充実を図っていきたいところですが、もう次2030年の支援課金になっちゃうんで、一旦ここは置いて、次に進みましょう。迷彩柄の戦闘服。これに身を包む。で、話を戻して。ここどうだろうね。あと3増やすには、砲兵を入れるとちょうどいいんだね。確かに砲兵入れたいよな。これでちょうど20ですもんね。本当は、自動装とかの方がいい気はするんですが、一旦これで保存しちゃいましょう。で、生産のラインでは、生産をしているの？野戦砲しているね？っていうところですかね。だから野戦砲もしっかりと
研究の対象に入れていかないといけないな。まあ、次、3日、6日でそれぞれ終わるので、まあ、核のね、研究は継続しなきゃいけないので、まあ、核開発はそのまま進めますが、それ以外の部分っていう意味では、ちょっと変えていきましょうか。野戦法の研究に、研究のリソースをちょっと割くと。自走砲欲しいよなぁ。35日。いや、自走砲に切り替えよう。野戦砲をやめて自走砲に切り替え。将来的にはね。で、またまた、ミッションが可能になってるので、陸軍の経験値プラス25、海軍士官の25、今すぐどうしても欲しいっていう類のものではないですよね。で、大規模なイスラム主義集会が起きたという話ですね。特に何も選択肢はないので、次に相撲を選択すると、イスラム主義の支持率が 3% 増えますという内容ですね。ここは日本しか選べないけど、今すぐ必要ではないからな。軍の司令官でいうと、歩兵部隊。歩兵手段による攻撃 5%、防御が 10%。ああ、これ悪くないね。すぐに入れちゃいましょう。もう歩兵ばっかりだからね。結局は。あとは、砲兵。砲兵による攻撃。10%、5%、それぞれか。本当に欲しいのかっていうのはちょっと疑問だよな。であれば、陸軍の兵団。消耗がマイナス 4% のボーナス。これ悪くないですよね。あと、敵の航空支援がマイナス 5%。これも悪くない。ちょっと、一旦置いておきましょうか。ためにかかります。海戦が近くなってきたタイミングで、もう一度このあたりは検討しましょう。いいね。軍事産業をどんどん活発化して、スロットを獲得していきましょう。足りていないものって他ある？補充。発展型の待遇を。これが足りていないね。補充しましょう。陸軍の師団、歩兵。まあ中心ですけど、だいぶ充実してきたなっていう感はありますけどね。自走砲。これ次に進めていきます。で、師団の編成。再び見直しましょう。これを、自走砲に変える。ちょっと待ってね。自走砲に変えるには、歩兵を選択して、歩兵。砲兵になっちゃうので、ちょっと後で確認し直しましょう。一旦一発で閉じます。で、生産級に、まあ、早速、対空砲を外すのは馬鹿らしいので、一個、現代型装備、陸軍の装備ですね。これを外して、自走砲を入れます。で、進めていきましょう。それにしたって、自走砲を入れて、改定していきたいところですよね。
ちょっと今おそらくなんですけど、確認していくと、この自走法を師団に組み込めないので、まだアンロックしなきゃいけないっていうフェーズが残ってそうな気がしますね。ちょっとどこでそれをアンロックするかっていうのを確認しておきたいと思うんですが、一旦野戦法にして正面戦闘幅20を、まあしっかり確保しておきましょう。で、その上で、自走法をね、余裕があるときに研究を進めていくというのがね、いいかなと思います。ではでは、続いてですね、今研究の枠が余っているので、先に入れたいなーっていうのがないかどうか確認しておきましょう。まあ、暗号区解読とかこの辺を少しずつ、新しいものへとマイグレーションしていきましょうか。まあ今やね、国際検調度はこれほどにまで下がっているという状況はあるので、まあ、ある程度ね、安心はしていられるかなと思います。で、一旦自走法を生産のラインから外しましょう。今すぐ欲しいものでは、今となってはなくなっている。その分を、発展型対空砲の方に割り当てていきます。さらに、マルチロール機ももうちょっと数増やしましょうか。まあ、空母を作る予定は当分ないので、空母を作る余裕があれば、他のことをやりましょうよと。いう話なんですよね。さあ、そしたら陸軍はもう完全に、まあ歩兵ですけどね、近代化が終わったと言っていいですね。今、2020年にちょうどなったので、まあ強いて言うならこの2020年系の装備を、入れておきましょう。これでもう完全に、歩兵の装備に関して言えば、アメリカ軍に見劣りしない、そういったレベルにまで引き上げられたかなというふうには思います。軍事産業もさらに先に進んでいる。いやー、それなりに国力はついてきたね。で、革命防衛隊の方へと配備をしていきます。まあ、備蓄が少ないものを中心に、ここからは、では装備の方は入れておきましょう。生産のね、ラインをね、しっかり伸ばしていきます。さて、ここでポーランドが EU を離脱。イギリスじゃなくてポーランドですね。ポーランドが離脱したという話です。で、この後の研究の、まあ、方策というか内容というか、進める部分なんですけども、どうだろうね、揚陸艦をちょっとしっかり確保して、強襲上陸かける場合の手段数を増やすっていうね、対応はちょっと早めに入れておいてあげてもいいかなという感じはしますよね。お、2020年東京オリンピック、日本は好調に推進、米国英国に敗れたものの、ロシアとドイツを上回る結果を残した。まあ、ここに、なんだろう、中国の結果とかが出てないのがね、微妙というかどうなんだろうかという感じはしますけど。軍需産業進んだ後、海軍の方に一度立ち戻ってみて、強襲上陸をかける場合の確認はしておきたいですよね。小型艦訓練、訓練、潜水艦、巡洋艦。師団をやっぱり一度に上陸できる数が少ないと、それだけ跳ね返される可能性が高いので、
そこをなんとかね、まあ改善していくために一度に強襲上陸できる艦艇の数をね、増やしたいですよね。さあ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 、だいぶ、どうだろう。強くなってきてるよ。師団の数は。数だけを見れば。なんか頼もしく感じてきてるんですけど。さあ続いてじゃあ軍需産業のゴマで進めましょう。これでもう本当にマックス値まで来ましたね。で、どうだろう。第一革命防衛隊はそれなりに戦力というか師団数は、まあ、整ったのかなという感じがしますね。師団数も、まあ20師団に迫ろうかというところまで増えてきている。本当にね、この新しいゲーミング PC もしつこいよっていう話なんですけど、新しいゲーミング PC にしてから進みがすごく早いので、むちゃくちゃ快適ですね、ゲームが。じゃあこっから先だね、どうしようかな。まず空母は作らない、まあもうちょっと言うと作れないが正しいかな。ゴルベット3まで進めますか。じゃあゴルベットっていわゆる護衛艦ですからね、海上自衛隊っていうよりか海上保安庁にイメージとしては近いんじゃないかなと思うんですよ。これ多分ちょうど上から順に小さい艦種になってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、せっかくなんでご紹介していくと、まずコルベット、フリゲート。で、駆逐艦がいて巡洋艦。で、まあ、戦艦はね、もう今の時代ないんですけど、まあ、さっきの第二次世界大戦期だとここに戦艦が間に入ってくる。で、航空母艦が入ってくるっていうと、まあ、いわゆる空母ですよね。で、今欲しいのは、強襲上陸の数をやっぱり増やしたいねっていうのはあるものの、まあ、ここはコルベットの3にしましょう。どうしても、我が軍の海軍力を考えた場合、大型艦を運用する力はないので。まあ、ただし、どっかでやっぱりね、駆逐艦、巡洋艦ぐらいは、イランとしても持っておきたい。はい。そうしたらですね、軍需産業の5まで進んでいきました。もうこれで、まあ、国家方針による、まあ、工場の獲得に関しては一旦終わりということになるので、まあ、新たな方針をちょっと考えていかなきゃいけないので、そこをね、ちょっと試案していきましょう。まず一つはね、単純に、民間工場、これを強化する。あるいはインフラを強化する。さらには資源を強化するっていう、まあ、国力をつけようっていう方針が一つ。ん？なんだなんだ？ちょっと待ってくれ。ヒニングの摘発。なんなんだこれは。これはイスラムだからですかね。なんかありますよね。ヒニングを禁止するみたいなの。まあ、ただ、ここは、
ちょっと悩ましいのが、単純に国力をつけるだけじゃなくて、軍事力を強化できるものがいいので、まあ、そこをね、ちょっと中身確認していきましょう。国際的な同盟をもう選択しているので、もうこれはね、絶対的に入れておきます。外交部門の追加雇用、今政治力有り余ってるからな。そうすると、無謀な進歩。これをやるとどうなるの？社会主義含めた影響力がアップする。となると、海軍かな、やっぱ。国家の強化。で、続いて、何？ジハードがある。イスラム主義。聖戦がありますね。これ見ると何があるかというと、イスラム主義の影響力が上昇。まあ、このあたりも同じですかね。支持率が上がりますと。で、イランがジハードを宣言。いや、まさにこれだろう。まず、アブハジア、アフガン、アルバニアと203その他、テロリストの脅威を獲得。イランとの友好度にマイナス100。いや、これ、今すぐやりたくない。なんか終わる気がするその瞬間に。となると一旦放置して、潜水艦、巡洋艦、ドクトリン、空母はいらないから、いやちょっと悩ましすぎるな。空軍の基地、まあ欲しいよな。小型艦の計画、海軍の経験値がプラス10。その後は駆逐艦なり潜水艦なりっていう話なんだよね。ただ今これすぐに必要かというと必要じゃないからね。となると民事工場の方に行きましょう。国力をつける。これで勝負だ。お、コルペットが4まで進みましたね。もう我が国はこれにすがるしかないからな。で、原子炉も終わったので、いよいよ、禁断の核。これの本着手に入りましょう。んで、イスラエルを空爆するためにはね、空軍の基地も必要にはなってくるんですが、まあ、フリゲート艦の5、これを研究しにかかりまし、ん？待ってね。フリゲート艦の5、さっきは、どこまでですね。ああ、コルベットですね。我々は。なので、ここですね。届かないね、距離的に。となると、イスラエルに届かないのか。今の我々の力だと。となると話は変わってくるね。まず何をしなきゃいけないかというと、研究で、まあ、もうあと5日で終わりますけども、この5日という数字を十分に考える時間に費やして、と言っていたらもう過ぎちゃったね。早い早い。そしたらですね、一旦、極機。で、爆撃機だろ、どう考えても今欲しいのは。第4世代の戦略爆撃機。これを配備する。そのために研究しましょう。で、生産のライン、これを見直します。今欲しいのは、国機の戦略爆撃機が欲しい。第三世代の戦略爆撃機、これを作りましょう。数は、まあ欲しいけどね、一旦これでいいでしょう。で、第四世代のマルチロール、トムギャットですけど、これ編集かけて、航続距離伸ばす。いや、全然足りない。空軍の経験値が、数が全然足りてない。で、続いてタングステンとアルミが足りないので、まあ、それぞれ中国から輸入しましょう。まあ、
OK だ。ここはしょうがない。民事工場をやっぱり増やすっていう、まあ、施策は間違ってはなさそうですね。で、今何をしたいかっていうと、もう皆さんお察しの通り、イスラエル空爆で核を落としたいので、そのためには航続距離の長い航空機、まあ、これは主に制空権を取るための航空機で、核を搭載した爆撃機が必要なので、これをね合わせて対応していくと。で、今第4世代のマルチロール機、航続距離が足りなくてイスラエル上空まで到達できないので、かつ空母を持っていないということは陸上基地から発進せざるを得ないとなると、今持っているマルチロール機の航続距離を伸ばすしかないので、空軍の経験値を伸ばすというので、国家方針、今民事工場を増やそうというのもやってますけど、並行して進める必要があるかなというふうに思います。このあたりは本当にバランスを見ながら、タイミングを見ながら、どのタイミングで、いつ何をどう投入するかっていうのをね、しっかり頭に叩き込んでいきましょう。資源不足もちょっときついけどね。で、ここはもう完全に中東大同盟を結ぶために有り余っている政治力を駆使して、イスラエル包囲網を形成していきましょう。では、だいぶ進んできましたね。まず、研究の内容なんですが、今入れているのが、第5世代の戦略爆撃機入れています。で、あとはですね、強襲上陸力アップを入れています。1は終わって、今2ですね、イメージとしては。で、先ほどお話したように、この爆撃機に、核、今、開発中の核をね、使って、イスラエルに攻撃を仕掛けて先端を開くというのを想定しているので、そのために必要となる制空権、これを取るための戦闘機、これの航続距離を伸ばそうねっていう施策として、
まず、空軍の改革を入れて、これで経験値アップを入れています。で、経験値アップした後の話なんですが、今作っているこの第4世代のマルチロール機ですね。この第4世代のマルチロール機でアップグレードをかけます。航続距離を増やしましょうね。で、これに必要なのが25なので、この25をね、なんとか獲得していきましょうと。で、もっと言うと、280キロぐらい伸ばしたいよねとか、そういったところが出てはくるので、ここをね、しっかり確認をしながら、このイスラエルに対してね、攻撃を仕掛けていきましょう。今だと、どう見ても、ちょっと数が足りないね、というところなので、ここをね、なんとか、第4世代のマルチロール機、これを数を入れて、勝負したいというところですね。では、一旦ね、今回はこれくらいにさせていただいて、次回はですね、今お話した内容を確実に実行に移して、いきたいだというふうに思っています。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。